深大寺、東京都調布市にあるお寺ですが、実はこの深大寺、中国の三蔵法師を守ってインドに旅した深沙大王に由来していると伝えられています。深沙大王はいわゆる沙悟浄のことです。深大寺は奈良時代に建てられ、浅草の浅草寺に次ぐ古いお寺です。江戸時代に火災に遭い、お寺のほとんどが失ってしまいましたが、大正時代に再建されたそうです。深大寺といえば深大寺そばですね。深大寺の周辺の土地は水はけがよく、そば栽培に適しているだけでなく、そばの打ちや締めに使われる良質な湧き水も豊富で、そばの名所になりました。2名様です。
ごちそうさまです。いかがですか。ごちそうさまです。いかがですか。このまんじゅうできたて、お店でいかがですか。中の味はです。ごちそうさまです。いかがですか。日本で、はい。あ、そうか。